方塩道エランゲンブルク構成士ゴットフリート、1916年、ゴロゴットフリートヘルマンアルフレート・パウルマクシミリアン、ビクトル2方塩道エランゲンブルクは、ドイツの旧諸公家の一つ、方塩道エランゲンブルク家の課長。方塩道エランゲンブルク公、エルンスト二世とその妻のイギリス王女、ザクセンコーブルク号タ公女、アレクサンドラの間の第一子、長男として、ランゲンブルクに生まれた。 母はイギリスのビクトリア女王の孫娘である。実家の城やドレスデン、コーブルクで教育を受けた後、1915年に志願兵としてドイツ軍に入隊した。1919年に軍隊を除隊された後、1年間ハイデルベルク大学で国民経済学を学んでいる。その後、ベルリンやミュンヘンでビジネスマンや銀行員として働いた。 1931年4月20日、ギリシャ王子、アンドレアスの娘マルガリタと結婚した。マルガリタは、聖教徒だったため、無宗派による結婚式が挙げられた。マルガリタは、イギリス女王エリザベス2世紀の含むエディンバラ公爵、フィリップ王子の長子である。1933年より、ランゲンブルク公家の資産の管理、経営に携わり、 1935年より父に代わってランゲンブルク国家の資産管理団体の代表に就任した。1937年5月1日には国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、402万3070人目の党員となった。第二次世界大戦が始まると高級将校として軍隊に復帰し、東部戦線で戦ったが、 1944年には軍を解かれている。終戦後、所領がアメリカ合衆国軍の占領地域に組み込まれた際、アメリカ軍の指名により3ヶ月間飲みながら、クライルスハイム軍の軍長を務めた。その後は、バーデンビュルテンベルク州の諸団体や、福音派協会系の様々な名誉職を歴任した、ランゲンブルクにて没。ありがとうございます。